ニュースを伝えします。偉大な金正日国防委員長の誕生81周年に際して、カンボジア王国のノロドムシアモニ国王とノロドムモニニエットシアヌーク大王妃からカンボジア駐在朝鮮大使館に大きな花籠が贈られました。太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席とキム・ジョンイル国防委員長の写真に花籠が捧げられました。国中の三大革命グループ員の鉄東山地区の革命戦跡地革命史跡地巡りが始まりました。スタート式がサムジョン市にある偉大なキム・ジョンイル国防委員長の銅像の前でありました。発言した人たちは、革命の第一世代の強靭さと闘争ぶり、革命性を会得し、党中央委員会第8期第6回総会の決定実行で、三大革命の旗手としての責任と本分を全うしていくことに触れました。スタート式の後、一行は抗日の戦場に向かって出発しました。チョンミネ宿営地に着いた一行は、宿営地にある偉大なキム・イルソン主席の銅像に花束を捧げ、敬意を表しました。ついで解説を聞きながら宿営地の物件資料に見入りました。朝鮮人民軍創建75周年記念行事に特別代表として招かれた人民軍の支援で模範的な人たちは、平壌滞在の有意義な日々を送っています。一行が、偉大な金正恩主席と偉大な金正日国防委員長が生存の姿におられるチチの最高聖地クムスサン太陽宮殿を訪れ、崇高な敬意を表しました。主席と国防委員長が生前の姿に安置されているホールで、最も敬虔な気持ちで衛生祈願の挨拶を捧げました。一行はキム・イルソン主席生誕の地マンギョンデを訪れました。主席の成果で国の解放と繁栄、人民の幸せのための聖なる偉業に全てを尽くした主席の尊い生涯を思い起こし、歴史の家に保存されている物件資料を見ました。一行は朝鮮革命博物館と多山山革命歴史料も訪れています。石炭購入部門の西部地区の過去炭鉱で、当面の石炭生産とともに石炭の確保量を増やすための能力拡大工事に拍手をかけています。総合地下青年炭鉱連合記念所で数十万トンの石炭を確保するための掘進を急ピッチで進めています。2月8日竹屯青年炭鉱では岩石の性質に合う合理的な発破方法を取り入れる一方、掘進を促しています。特産地区炭鉱連合企業所のチェナノ炭鉱など各炭鉱でも高速掘進運動を力強く展開し、能力拡大を進めています。ケチャン地区炭鉱連合企業所の無人で青年炭鉱と、クジャン地区炭鉱連合企業所の両岸炭鉱など、西部地区の各炭鉱でも、能力拡大のためのメインの屈伸で実績を上げています。教員養成部門の各大学で、卒業学年の学生の専攻教授実践能力の判定が行われています。昨年、コンテストの方法で行われた教授実践能力の判定は、師範大学教員大学の卒業学年の学生の教授能力を伸ばす上で大いにプラスとなりました。卒業学年の学生は、各学校に出て一定期間の教授実習課程に得た経験を生かし、大学で学んだ知識を活用して教授案を作成し、コンテンツやビジュアル競技なども準備して判定に参加しています。学生の熱意が高まるにつれ、大学の教員が学生とともに優秀な講義のビデオの合評会を行い、教育学的要求に即して教授案を作成し、教授能力を高めるよう導いています。河川と人造湖などの湿地が広い面積を占めている貯村では、各種の水鳥が季節ごとに群生しており、湿地に依存する独特な植物と群落、その他の動物種も優勢に分布しています。貯村では森林造成と湿地生態系の調査と研究、湿地保護区の設定と管理、湿地資源の合理的な利用などを行っています。湿地の利用と管理を国家政策に反映し、国家的な戦略によって合理的に行っています。
環境保護法と自然保護区法などが補正され、関係部門が湿地の保護と管理のための責務を果たすようにしています。保護区の実態を最小化し、新たに増やすための研究が続いています。各国で朝鮮人民軍創建75周年記念の催しがありました。5日と6日、ロシアとパキスタン、デンマーク、ウガンダで討論会と講演会、映画会などがあり、政界、社会各界の人と市民多数が参加しました。映画会では不罰の異様を馳せている朝鮮人民軍の姿を見せるビデオが上映されました。催しで発言した人たちは、朝鮮人民軍を創建し強めてきた偉大な金日成主席と偉大な金正日国防委員長、敬愛する金正恩総書記の不滅の業績を称えました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井恩祝でした。こちらは朝鮮の声放送です。苦労と楽、幕府とは相異なる概念です。けれども偉大な金正日国防委員長は、一生人民のための苦労を楽に幸せに思い全てを尽くしました。1982年、1998年12月のある日、金正日国防委員長は、私の喜びはいつも人民の幸せにある、人民が幸せに暮らせるなら何も惜しまないと言い、こう続けました。私が今毎日のように工場と企業など各部門の現地指導を続けるのも人民の幸せのためだ。私は現地指導で日々を送るので、一日たと明らかに眠ったことがない。せいぜい現地指導の途上の車の中で少し目をつぶるだけだ。私はこのように過ごしてきたので、今はそれが癖になり、ベッドで眠るのがかえって窮屈である。車の中でうたた寝をするのが一番の睡眠で休息である。私はこれを苦労と思ったことがなく、かえって大きな誇りと思い、生きがいを感じている。よく眠れず、3食3度の食事も取れずに仕事をしていても、人民の暮らしが良くなったとの話を聞くときは、疲れも吹っ飛んで力が湧いてくると言いました。1998年と言いますと、数年続きの自然災害と敵対勢力の押しつぶし策のため、朝鮮人民が苦難と試練を経ていた時でした。国間が続いた1月のある日の深夜、国防委員長を乗せた列車が北部のチャガン道に向かっていました。いつの間にか夜が明け始めましたが、国防委員長は仕事から手を離しませんでした。隣の一人が少しでも休むようにと願い出ましたが、国防委員長は、ありがとう、これから先人民が皆良い暮らしをするときは、今日のことを昔話のように思い起こしてみようと言いました。早朝、チャガン道の道と歓迎に着いた国防委員長は、少しも休まずに新築された中小発電所などを見ました。数日間このようにチャガン道の19箇所を現地指導したのです。列車を執務室者にして、国と人民のための愛国献身の現地指導を続けた金正日国防委員長、それは国防委員長が最後を閉じるまで続けました。まさに国防委員長は、国の繁栄と人民の幸せのために、1秒が1時間になってほしいと切に願い、時間を惜しんでいました。日曜日と祝日はもちろん、誕生日も返上して現地指導の道にいました。朝鮮人民は、人民が幸せのために全てを尽くした金正日国防委員長の不滅の革命的業績を子孫万代に語り伝えるでしょう。苦労と楽、古代史とお話ししました。
80年近くの歴史を有するキム・ジョンテ電気機関車連合組合所は自力構成で知名度の高い企業です。わけても1961年、当時数カ国に限られていた電気機関車を自力で製作しました。自力構成の伝統は一つ目で、キム・ジョンテは馬力の高い電気機関車と内燃機関車を次々と製作しました。2015年は貯水式の地下鉄用の電動車も作りました。1904年2015年7月19日、訪問する金正恩総書記はキム・ジョンテ電気機関車連合企業所を訪れました。総書記は高まる一方の鉄道輸送と交通運輸手段の需要を満たすため、電気機関車と客車の生産をハイレベルで正常化すべきだとし、地下鉄用の電動車を開発する課題を与えました。そして予想案を一つ一つ指導し、開発と生産の懸案を解決してやりました。企業所の技術者と労働者は知恵を出し合って、多産式の地下鉄用の電動車の開発に成功しました。12月22日、再び企業所を訪れた総書記は、新しく作った地下鉄用の電動車を見て、本当に素晴らしい、大衆向けの交通手段としての特性と現代感覚に合うよう形と色をよく選んだと高く評価しました。キム・ジョンテ電気機関車連合企業所のパク・ヨンジン主任技師補佐のお話です。우리노동계급이만들어낸지하자동차가자신께쿠님을안겨줬다고기뻐하시던동양은길私たち労働者が作った地下鉄用の電動車が自分を大いに力づけたと言って喜んだ金正恩総書記の姿が忘れられません。この日総書記が喜んだのは単に立派な電動車を見たからだけではありません。無から有を創造する労働者の自力構成の精神が何よりも大事で頼もしかったからです。当時電動車の設計図は5000枚以上で、製作した部品は数千種、10万点を超えていました。数十回の失敗にもめげず、自力構成だけが活路だということを直に体験しました。昨年末の朝鮮労働党中央委員会第8期第6回総会で、金正恩総書記は人民経済の成功率の発展で重要な中核部門の労働者と科学者技術者が、またもや1960年代70年代の高等製品と旗印を高く掲げて、革命の難局を自力で打開することを呼びかけました。その呼びかけに応え、連合企業所の技術者と労働者は自力構成の精神をさらに高く発揮しています。自力構成の精神、古代史とお話ししました。